さて、広島県の人口は今年度275万人を下回り、減少に歯止めがかかりません。特集は、県内で最も人口の少ない安芸太田町にある限界集落の夏の終わりの記録です。広島市中心部から車で1時間余り、山道を抜けると眼前に広がるのは標高400メートルの斜面を覆う安芸太田町空谷の棚田。今月上旬、収穫を待つばかりとなった稲が色づいていた。山に囲まれたこの地で生まれ育った道願勝吾さんは65歳。今は早朝、広島市内の自宅を出て、母親が一人で暮らす空谷の実家で昼ごろまで棚田の手入れをする毎日だ。石がね、見えた方が綺麗なんで、それの草刈りが大変。見事な色になってきましたよね。道願さんの水田で頭を垂れた稲穂。ここみんなイノシシの仕業なんで、この下の方から。荒れる農地と減るばかりの農家。打ち捨てられた水田には雑草が生い茂り、棚田の石垣も草に覆われたまま。昔は田んぼだらけだったんで、やっぱり水で喧嘩するっていう、今は喧嘩する相手がいないっていう取り放題みたいな。顔が泥だらけ。集落に立つ神社、かつては村祭りの舞台となっていたが、今その面影はない。なんかやっぱり生かすことを考えないと、まあ、このまま自然消滅っていう、まあ、限界集落って言われてもう長いんですけど。大正時代の空谷地区、200人余りが暮らし、豊作を願う花田植えは多くの人でにぎわったという。道願さん方では父親が稲作を担っていたが、10年前に亡くなっていた。にぎわいは歌方の記憶だったのか。山あいの里空谷は令和の今10世帯になっていた。安芸太田町に暮らす人は県内の自治体で最も少ないおよそ5600人。65歳以上のお年寄りが占める割合は県内で唯一5割を超えている。年でも一人で養らん人も出てくるわけだから、まあ、いつも言うんですけど、日本の最先端、過疎化、少子化、高齢化という、手をかけんとあっという間に山に帰るんで。道願さんは広島市内で CD ショップを経営している。品揃えは演歌から J-POP まで多彩だ。はい、ありがとうございました。今何を買われたんですか？譜面を買いました。長いお付き合いでございます。働き詰めだった半世紀近い歳月、空谷の実家で田んぼ仕事を始めたきっかけは父親の体調の変化だった。まあ10年はなると思いますね。そうなんですか。まあ
親父が亡くなってからがもちろん、ね、まあ、亡くなる前もそうですけど、元気な時はあまり必要がないわけです、ね、それからでしょうね。今月中旬の週末、集落に多くの車が集まっていた。今年も空谷にやってきた収穫の秋。道元さんの兄弟ら3世代7人が汗を流していた。そして兄弟の母親もその頼もしげな姿を見守っていた。子供の時からずっと、まあ、同じことっていうか、年中行事、やりがいっていうか、やりがいはありますね。87歳の逸美さん、家族の作業に思わず加わっていた。気になりますよ。気にせんでいいだろうけど、口が出るんです、ついつい。こうだんだん人も亡くなってね、少なくなったでしょ。でもまだこうしてから子供が帰ってきてね、手伝うから。先祖が代々守ってきた棚田を受け継ごうという若者もいる。老いの恭平さんは今年初めての参加だ。まあ、ばあちゃん家であり、まあ、親父の実家であり、でこうやって縮小していくじゃないですか、どうしても規模が。単純に残ってほしいですかね、やっぱこの土地とこの環境と。2日間で28アールの田んぼから1500キロを収穫したという。これが一番、ああ今年の稲の出来はどうですか。まあ上等だと思いますよ。山里を去る住民を横目に水田を守るわけ、それは祖母が残した言葉の中にあった。私は自分のために生きたことはない、すべてこのため、孫のためって、裸足で駆け回る背中丸めたちっちゃなばあさんだったんですけども、子供の時に聞いた思いがこの年になっても、まあ、忘れられないっていうか。山あいの集落で平地を求めて作られた数多くの棚田。稲刈りを終えた道元さん方の棚田は来年の田植えまでしばしの休息に入る。はい、私この空谷の棚田は見に行ったことはないんですけど、あの稲の棚田の方は、はい、あの家族で見に行ったことがあるんですよ、うん、で本当になんかそこだけこうタイムスリップしたような、うん、本当に美しい光景 で、 そうです、ね、もう本当にずっと残ってほしいと思いましたけども、その裏にはやっぱりこうやって守ってくれてる人がいるんだなというのを改めて感じま す、うんですね、先ほど映像ありましたけれども、もう草が伸び放題で完全に石垣の部分まだこう隠れている棚田もあれば、こうしたあの手入れしっかりされている棚田もあるということで、もう本当にあの多分この部分、この集落だけの問題じゃないと思うんですよ。日本全国こういった問題を抱えているところはたくさんあって、産業構造であったり、その人口の分布であったり、本当に今後日本はどういうふうに、うん、あの生活あの構造を見直していくのかというのは、はい、これ本当にもう待ったなしの状況にあるんだなというのを改めてこの映像で感じさせられます。はい、